はいどうも、こんにちは、クレイです。というわけで今回は、セレクションについての動画をですね、また撮っていきたいと思うんですけれども、この撮影をしているのがですね、2020年7月の8日でございまして、現時点でですね、第1弾の選手が半分判明しているところでございます。まあもうすでにチェックしている方が多いと思いますが、まず第1弾で里崎選手、そして第2弾で高木豊選手からの第3弾で片岡篤選手というところで、現時点で3つのチャンネルで公開になっております。で、まあその半分が公開になったということでですね、傾向であったりとか、登場日だったりっていうところですね、もうまあなんとなく分かってきたところがありますので、まあ、そこに関してのねお話をまとめてしていきたいなと思います。であとは気になる能力に関してですね、今確定した選手たちがどんな能力で出てくるのかっていうところに関しても触れていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までね見ていただければと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、というわけでございまして、まずはですね、登場が確定した6選手のまとめからやっていきたいと思います。まず1人目が里崎選手推薦のこちらでございます。はい、鈴木誠也選手ですね。2019年の鈴木誠也選手が推薦されておりました。でもここ能力のポイントとしてはですね、2020シリーズ1とほぼ同能力、同じ能力になるんじゃないかなと思います。まあ一応ねセレクションというところで通常プラス1の能力になる可能性もあるので、ここからさらにプラス1になる可能性もあるんですが、まあまあベース的にはここになるかなと思います。でまあこの鈴木誠也選手といえば、やっぱり今年はねライト守備 B になったことが魅力的かなと思います。まあ現環境だと間違いなく現役ではねライトはこの鈴木誠也選手が最強というところなんですが、まあ証拠試合ではミートとパワーの同値が狙えたりっていうところも変わらずね出てくるんじゃないかなと思います。ただまあ2019の成績を反映ということなんで、まあ今年登場しているものと全く同じってなると、まあ若干ちょっと新鮮味には欠けるところかなと思いますが、まあまあこの能力が濃厚かなと思います。続いて、もう一人がこちらの選手、はい、ロッテ内達也選手ですね。はい、こちらに関しては2018年をね、推薦能力に挙げておりまして、2018ということは2019シリーズ1と、同等の能力になることが予想されます。でまあここも通常の能力がこれなので、まあもしかしたらセレクションということでプラス1ずつになる可能性もあるんですが、まあベース的にはこれで、称号で QA が狙える77、72、55、ないしは78、73、56とかっていう形になってくるかなと思います。でまあデフォルトで A 能力がないのは残念ではあるんですけども、まあ QA がでかつ球種の数も、5球種持っております。で B 球種も2つあるので、まあまあ悪くはないかなというところですね。であとは限界突破4回で中継ぎの適性とかも、そのままついてくるんじゃないかなと、予想をしております。この年の成績は3勝5敗7ホールド26セーブ防御率 3.84 というね、数字でございました。ただここに関しては若干ね直近での A ランクが出てないっていうところが辛い部分かなと思います。僕自身はかなり昔のもののね A ランクとかを取っていたので、そこを今急ピッチで育成している感じであるんですけども、なかなか最近始めた方とかだとね、この内選手限界突破辛いぞと思ってる方も多いかなと思います。はい、続いて3人目、高木豊さんの推薦の1人目こちらでございます。はい、楽天岩隈久志選手ですね。こちらに関しては2008年をですね推薦の年度に挙げられておりました。で2008年の成績を反映したのがこの去年のねタイムスリップになりますので、まあ、おそらくここと同等の能力になるんじゃないかなと思います。まあどうなんでしょう、タイムスリップからプラス1の能力になるのかどうかは全く分かりませんが、まあベースはこれになるかなと思います。で称号試合では9位も含めてオール A が狙えたりとか、あとはスタミナプラス3の鉄腕の称号をつけられると制球スタミナの同士とかがね、いける形になります。でまあもちろん表の能力も強いんですが、球種の部分ですね、やっぱり7球種っていうね数多い球種を持ってるのが非常に魅力かなと思います。であとは特殊能力に関しても非常に良くて、コントロール20丸タイピンチ、この組み合わせを持っております。まあツーシームとか持ってるとねまたちょっと違ったところかなと思うんですけども、まあまあ特殊能力の組み合わせとかに関してはやっぱりいいかなと思います。はい、続いてもう一人がこちらでございます。はい、2018年のソト選手ですね。 DeNA ソト選手でございます。はい、こちらに関してはですね、2018の成績を反映させている形になるので、2019シリーズ1と同等の能力になるかなと思います。でこの時の能力がセカンドメイン適正で弾道パワー比77、83、60という能力だったんですが、まあ、ここからプラス1になる可能性もあるかなと思います。でまあ称号でミート A というところもいけるので、まあ、一番そこを決められればミートパワー AA というところも狙えるという感じですね。でまあ一番はこの外選手に関しては弾道の能力と、あとはポジション適正ですねが気になるところでございます。一応高木豊さんの動画の中ではライトでの選出という形になっていたんですけども、この年の通常の S ランクではメイン適正はセカンドになっていたんですよね。ただ、適正的にはライトの方がね数字的には高いっていう状態だったんですけども、
まあ、この辺がどういった反映をされるのかっていうところは気になるところかなと思います。であとはやっぱり今年のですね、シリーズ1というところで外選手が弾道アーティストに変わりました。でかつ降格をね持って出てきたっていうところで、まあこっちの能力になるんじゃないかっていう予想とかもあるんですけども、基本的にはまあその年の能力になるんじゃないかなと思うんですけども、ただここに関してはですねちょっと例外がありまして、ワールドスターの大谷選手ですね、これ実は2016とかかなを反映している数字なので、2017の、通常のものとじゃあ同じなのかって話になってくると思うんですけども、能力に関してはね同じだったんですけども、弾道がねパワヒからアーティストにワールドスターになった時に変わったんですよね。だからこんな感じでもしかしたら特別リアリティ仕様で通常のものと全く同じじゃなくていじってくるパターンもあるのかなっていうのが一応予想としてはできるところです。のでまあちょっとそこに関しては注目ポイントかなと思います。続いて、片岡敦さん推薦1人目がこちらの選手でございます。はい、阪神藤川球児選手ですね。こちらは2005年のもので、推薦に挙げられておりました。でこの藤川選手に関してはタイムスリップでずっと登場しているんですが、これはですね実は2006年の成績を反映させた能力になっております。なので2006年のタイムスリップがこれっていう感じなので、もしかしたら2005年の、今回片岡選手が推薦に挙げられたところに関しては別の能力で出てくることも予想ができるかなと思います。まあただベースのこの能力に関してはほぼ変わらないかな。まあ、圧倒的球威型で、9S いけてストレート S っていうところに関しては多分そのまま出てくるんじゃないかなと思うので、まあほぼ同等の能力と思っていいんじゃないかなと思います。ちなみに一応2005年の成績は80登板7勝1セーブ53ホールドポイント防御率 1.36 というね、素晴らしい数字でございました。まあ確かこの2006年の方が防御率的にはいいのかなっていう感じでありますけども、2005年に関して80登板とかねされた年だったと思うので、まあ今回挙げられたのはそっちでしたという感じです。で最後ラスト6人目現在判明しているラストの1人がこちらの選手でございます。はい、日本ハム中田翔選手ですね。2016年バージョンでございます。2016年の成績を反映させるということなので、2017シリーズ1とねほぼ同等の能力になるかなと思うんですけども、ファーストの守備が C 弾道パワー比65-80-62という能力でございます。まあこの中田選手に関してはほぼほぼね能力そんなに変動してないので、まあもちろん若干パワー A にデフォルトで乗っているとか証拠がいらないっていうところはねいいかなと思うんですけども、まあまあそんなに現時点のものと、変わりはないかなと思います。あとは一応レフトの適性がですね、今現状はもう消えちゃったので、そこから、まあ、復活するっていう形にはなるかなと思います。ただ個人的には中田翔選手出るんじゃないっていう予想はしてたんですけども、出るなら2013年かなと思ってたんですよね。なので、まあ、2016のもので出てくるってなったので、まあ、おそらくこの能力かなと思います。はい、ということでございまして、現時点で確定した球団が広島 DeNA阪神ロッテ楽天日本ハム、この6球団でございまして、残りの球団が巨人中日ヤクルト西武ソフトバンクオリックス、この6球団になりましたね。ということでここからですね残りの球団の選手予想をやっていきたいと思うんですが、まず巨人からいきますか。まあここに関してはやっぱりこの選手かな、坂本選手が濃厚かなと思います。登場するのであれば2019の成績ないしは2016の成績、あたりが登場になるかなと思うんですけども、まあやっぱりね、お三方の動画の中でも坂本選手の名前は上がっておりましたし、まああと他の選手でじゃあ誰かってなった時に菅野選手とか、あとは宇都宮選手とかっていうところも候補に上がるところであるんですけども、共に今年ねエキサイティングとタイムスリップで登場してしまっている形になるので、まあおそらく対象外になるんじゃないのかなっていう予想はしております。まあ一応ここまでの傾向的に今年エキサイティングタイムスリップで登場してる選手に関してはね今のところ6人の中に入っていないので、まあこのままこの後も行くんじゃないかなっていうのが個人的な予想ではあります。まああと対抗としてはちょっとこれ年が違うものになっちゃうんですけども、長野選手ですね。ここが一応対抗にはなってくるかなと思います。まあ、もし登場するのであれば2011かなと個人的には思ってるので、能力的には参考する能力はないんですけども、まあ一応候補であるかなと思ってます。はい、続いて中日でございます。中日に関してはですね個人的にはこちら吉見投手が濃厚かなと思っております。まあ登場するのであればタイムスリップと同等の能力かなと思っているんですけども、2011年のシーズンですね18勝3敗、この年のものがやっぱりすごいんじゃないかなと思います。はい、まあ、あと対抗としては山井投手とか、あとはまあ大野雄大投手とかもう一応対象としてはあるかなと思うんですけども、もう一人挙げるとすればやっぱね福留選手の名前がかなりずっと上がってたと思うんですけど、ここはタイムスリップで今年も登場しているので、まあ対象外になるんじゃないかなと思っているところであります。続いてヤクルト行きたいと思います。ヤクルトに関してはね、まあ3選手ですね、まあ今テロップも出てると思いますが、山田選手、バレンティン選手、青木選手、この3選手の誰かでほぼ確定なんじゃないかなと思ってます。まあ特に山田選手とバレ
ンティン選手の2人に関しては、お三方ともね、動画の中でベストラインに選出されてましたので、まあ、共に一番高い能力で出てくる可能性が高いんじゃないかなと思っております。続いて、西武でございます。西武に関しては、まあ、キャッチャー森友哉選手、あとは中村拓也選手ですかね。ここの2択かなと個人的には思ってます。もちろん西武はねいろんな候補があって、まあ、今年まだタイムスリップでも登場してない涌井選手とかっていうところも一応候補にあったりとかもするんですけども、まあ、今のところ捕手と三塁手っていう部門に関してはこの2人でお三方とも一致されてたので、まあ誰かしら残りの3人の中で、この2人を選んでくる方がいるんじゃないかなと個人的には思っています。続いてソフトバンクでございます。ソフトバンクもねちょっと予想が難しくて悩んだところであるんですけども、まあ千賀選手と和田投手この2選手のどっちかじゃないかなと個人的には予想しております。はい。でまあここに関してはやっぱり柳田選手とかあとはサファテ選手っていうところもね、まあ、能力的とか成績とか考えたらやっぱり上げられるとこかなと思うんですけども、今年ともにエキサイティングタイムスリップで登場してるとこなんで対象外前提で考えるとまあこの2選手かなっていう感じですね。で最後オリックスでございます。オリックスに関してはやっぱりまず1人目が T 岡田選手、そして今年タイムスリップの予想にもずっと入れていた西投手ですね。はい。まあここが濃厚かなと思います。まあ、T 岡田選手に関してはホームラン王を取った年が、まあ、出るのであれば確定かなと思っていて、で西投手であれば2015年のものか2014年のものになるのではないかなと思っております。ただオリックスに関してはちょっとここまでねどの動画でも名前が挙げられていないのでちょっとそれが難しいところであるんですけども、まあおそらくこの2選手かなと個人的には予想しております。はい。ということでございまして以上がですね、まあ、選手についての話だったんですが、登場日の話ですね最後にして終わりたいと思います。最初に結論から言うと個人的には7月の17日でほぼ確定と予想しております。でこれなんでかっていうと OB の方の動画の公開がここまで中2日ペースで来ております。7月の1日に里崎さんのチャンネルで公開、4日に高木豊さんのチャンネルで公開、そして7日に片岡さんのチャンネルで公開という形になっておりますので、まあ、このペースでいくと7月10日13日そして最後16日というところでラインナップが確定して翌日の7月17日にセレクション登場というね流れが予想できるかなと思います。でかつチレッとお知らせに追加されてたマンスリー感謝祭ですね、こちらのガチャ期間とも一応一致する形になるので、まあそこが濃厚かなと思います。これが別にねセレクションの選手確定とかではないので、まあ、これがセレクション無料とかっていう内容になっていればまあもうここで確定って感じだったんですけども、まあ、そうではないので一応ね 100% とは言い切れませんが、まあほぼ7月の17日から27日の10日間でセレクションガチャ開催で、まあ、27日からタイムスリップ第4弾という流れが自然かなというふうには思ってます。はい。ということでございまして今回はですね間もなく登場が確定しているプロスピセレクション第1弾ですね、こちらについての話をしていったんですけれどもいかがだったでしょうか。まあ残りの6選手ですね、まずは第1弾で登場する残りの6選手が誰になるのかというところ非常に注目になると思うんですが、まあぜひですね皆さんの予想もコメント欄にて書いていただければと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひご覧いただければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォロー等々よろしくお願いいたします。今日ですねちょっとタイトルは違うんですけども、パワープロ2020がね新発売になるということで、この後23時40分からですね新作の配信0時00分からプレイ可能になるんですがやっていきたいと思いますので、ぜひそちらもね合わせてチェックしていただければと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。